はい、 J チャンネル J です。皆さんお元気でしょうか。今回のテーマは質問とかね、コメントについて話してみたいと思います。まあ、雑談的に感じになるかもしれませんけどね、もし興味がありましたら見てくださいという感じでね、コメントとかね、まあ、質問いただきますけれどね、コメントに関してはね、僕始めた頃とかまだやってない頃ですね、いろんな人にコメント出してことあるんですよ。有名どころでね、有名どころの人にいろんな人に出したんですけど、コメント返してくれたのはね、ジェット大輔さんかメグウィンさんかな、2人ぐらいだったかな。他の方は全然ね、もう本当にかすりもしない、もう全然返してくれなかったんですけど、ね、だけどそのジェット大輔さんのこと質問した時に返してくれた時にすごいやっぱり嬉しかったんですよ僕は。ああ有名な人が返してくれたんだなということ、なので嬉しかったので、僕もまあコメントね、書いてくれたらできるだけね返すようにしてるんですよね。そしたらまあちょっとでも嬉しく思ってくれたらね、いいなと思ってね返すようにはしてるんですけどね。まあちょっとまあスルーするやつもありますけどね、内容によってはね。だけどまあできるだけそういうの、まあ、コメントは返すようにしてますけど、まあ気づかないのもあるんですよ。たくさんいっぱい一気に来ると分かんないので、だからその、まあ、忘れてるのもあると思いますのでね、そこらはあれなんですけれど、今回は質問なんですね。質問をね、返すのやめようかな、まあ、来てくれたコメントは返しますけど、質問してくれたことに時ですね、返すのをやめようかなと思う瞬間があるんですよ。それはどういう瞬間かというと、質問くれてね、だ動画にするなんなりしてコメント書くなんなりして返してね、それに全然この答えてくれないんですよね。もう本当にまあそのお礼を言ってほしいっていうわけではないんだけど、人間としてこの無料で見れる動画で質問して返したんならありがとうとかね、その一言飯やために、役に立ちましたとかね、それぐらいのコメントはくれてもいいんじゃないかなと思うんですよね。これがもうお金払ってもらってね、仕事でやってるなら別ですけど、いやーその時にね、ああ本当にもう質問はもう答えるまかなと思ってね、なんか何にも一方通行じゃないですか、こう来てね。ただこう質問返したことによって違う人が参考になったら、それでまたね、ありがとうございました返してくれるので、まあ意味はないわけではないんですよね。だから他のこの人は返してくれなかったけど他の人が見てくれたということで、まあああそうかなという感じで、まあその自分のね気持ちをコントロールしてるんですけど、ただやっぱりこう質問した本人は、まあ、自分と同じにしちゃいけないです。自分が質問したら返してくれたら必ず返すようにする、それが礼儀だとは思うんですけどね。だからそうも思わない人もいて、質問しっぱなし、答えも何もしてくれない、いいねも押してくれないね、そういった時にね、その質問に答えるのはやめようかなと思う時はちょこっとあるんですよ。だからさっき言ったように、この質問を返したことによって他の違う人が役に立ってコメント返してくれることもあるので、そういう時はちょっと救われるのでね、まあ、今のところやってはいるんですけど、まあ、質問内容によって、例えば質問してきたで、こうですかって言って問いかけた時ね、もう少し詳しく教えてくださいっていう問いかけた時にスルーの確率がほとんど多いんですよ。その場合はもう答えないようにしてるんですね。それは僕は正しいかどうか分かりませんけど、質問してどうですかって言ったら答え返ってこないんだったら、もうそれは質問に答える義務はないんだなと。そこで質問で答えてくれたら答えますけどね。でそれでできるかできないか、できませんと答えたら、なんだかその気にさせやがってっていうのはあるんですよ。もうとにかくね、その何年かいろんなのがあってね、まあ慣れてきましたけどね、慣れてきましたけど、まあ本当に誠意を持ってね、やってくれる人に対しては誠意を持ってね、これからも答えていこうかなと思ってますのでね、どうなんでしょうね、僕ら考えが古いのかな、古いのかもしれないけどね、またいやいやそう、まあね、意見があったら、まあ、聞きたいですけどね、やっぱありがとうねぐらいの一言あってもいいじゃないですか、そう思わないかな、悩むところですけどね。まあそんなこと言ってたらあれですけどね、まあこれからもぼちぼちやっていこうと思いますけどね、リクエストなんかとかね、お願いしますっていうのは最近答えてないんですよ。いつも見てます、リクエストお願いしますって、ちょっとなんかね、もう見てない、お前見てないだろうという感じもあるんですけどね、リクエストするだけして聞いてくれないとね、性がないっていうんですよ、広島弁でね、これ性がないわっていうことあるんですけどね、そういう感じでまあね、いろいろ考えたりしてますけどね。
また頑張って続けてきますのでね、まあ、質問とかありましたらぜひいただきたいと思うんですが、リクエストに関しては事細かく、ここまでのできる初心者です、何ヶ月やりましたとかね、ここまででこれができないとかいうふうな書いてくれればお答えしやすいと思いますので、ぜひ皆さんもね、そんな感じでリクエストなんかね、質問をいただければ、本当ちょっと偉そうな言い方で本当に申し訳ないんですけどね、こんな感じで作り手のもね大変なんですよ。だからちょっとね、よかったらまあそこの意を組んでいただければ嬉しいなと思いますので、はい、という感じ、ちょっとね、内容はちょっとしんみりしましたけどね、これからも頑張ります。それでぜひチャンネルよろしくお願いしたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。